はい、今週もくんごぼんごをお聞きいただき誠にありがとうございました。ピーッというわけで、あれ、声のトーンがね、確かに今日若干低かったな。上げていきたいと思います。ドラマになりたきゃこれだけ聞いとけみたいなコーナーを始めましてね。初めて2回目で楽器持ってくるの忘れるっていうね。この番組始まって以来2回目です。なんですが、楽器はなかったんだけど、スティックケースは車の中にありましたので、スティックケースを普段僕が何を持ち歩いているのかっていうのをこの機会にちょうどいいでしょ。お見せしたいと思います。でねー。これ、よいしょ、よいしょ。普段こういう形してるのがスティックケース。ね。この中に僕の仕事道具が入ってるわけです。で、ドラム叩くスティック、まあ、バチね、どんなのあんのっていうので、僕が今、このスティックケースで、まあ、本当に使うやつしかもう入れてない、何でもかんでも入れてしまえっていうわけではないので、今、これだけのものが入ってるんですけども、まずは、あんま綺麗くなくてごめんね、使ってるやつだから。これ全部同じ。予備も含めて今、3ペア、3ペア入っているのが、これがいわゆる、なんていうの、普通のことをやるときの、スティックで、ちょっと細めなんですけど、ビッグファースっていう、アメリカのメーカー、このスティック、このメーカー僕好きなんですけど、ビッグファースの 7A っていうスティックを使ってます。材質はヒッコリーっていう材質です。これがね、意外と、軽くて振り回し、安いんだけど、でね、いい音がね、実はするの。で、大きな音もこの方がするのね。なんだけど、スティックが細いっていうのは、コントロールが難しいっていう、まあ若干そういう感じ。ただ暴れることもないし、いい音がコンスタントに出るので、このビッグファースの 7A っていうのを僕はメインで使っています。これがビッグファースの 7A ね。それで、あ、散らかった部屋がさらに散らかっていくぞ。次。次にメインで使ってる細かい、もの、細かい音符をやるときに重宝してるのが、このビッグファースの SD2 ボレロ。で、これは、材質がメープルといって、軽いんだけど太い。で、まあ、あんま上手じゃないドラマーが使うと、これバキバキ折っちゃうからおすすめはしませんが、これは細かい音符がすっごいやりやすいのね。なんで、なぜかというとグリップが太いから、細かい動き、この手のこの動きがすごく、しやすいのと、このバランスがいいのと丸いチップなので、バウンドがね、とってもいいんですよ。なので、この SD2 ボレロっていうのを使ってます。で、これが今2ペア。で、ティンバレス用のスティックなんですが、ドラムでやると、まあなんかこう、カルカルな音が出るっていうので、これはベータだな。ベータのメイプル。のティンバレス用のスティック、もうほんと菜箸みたいなやつ、揚げ物用菜箸ぐらいな感じ、これがベータの、スティックを使ってます。なので、スティックだけで3とりあえず3種類ね、あります。なんか見せられる状況じゃないんだこの部屋が今この部屋じゃない、この机の上俺が散らかしてるからね。で、変わり種の中でもオーソドックスなものが、これがナイロンブラシで、これはよく焼きそばを焼くって言うんですけれども、小太鼓のようにシュシュこういう感じで、使われてます。これです。これはブラシです。ナイロンブラシ。で、あとはもう全部珍しいからな。これがスティック S、 なんだこれ SD12 シズル G ってやつ。もう俺初めて名前見た。ずっと使ってて、これは3代目ぐらいなんだけど、ビッグファースのやっぱスティックなんだけど、これ普通に太鼓叩くときはスティックになるんだけど、反対側はフェルトになってるので、ちょっと違うでしょ。
っていうやつ、これであの使い分けをする、スティックです。変わり種その1、まだあるよ。でこれマレットと言います、こっち側ね。でこれは同じマレットでも、マリンバ用のマレットです。でこれでシンバルをでやったりするのね。これでねビューってやって両手でやる場合もあるし、片手でこうやってシンバル挟んで、これ怒られる、誰も見てねえよな誰も見てねえよなっつってこれ動画に載ってるんだけど、わかる、デケ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 、これでシンバルをドゥーってやると、これで同じようにシャーっていって、左手でこうスティック持ち替えたりとか、シンバルのエッジのところをこうこうやってコンコンコンって叩いたりします。いや面白くなってきちゃってこれはマレットね。これはマリンバ用のマレットで、これがスティックの先端もついていて、チーンと音も出そうと思えば出せるんだけど、この柔らかいところでパサパサっとした音も出せるっていう、これハイブリッドな、なんすの、ロッズって言ってんだけど、ちょっとパラっていう感じね、こんなのがあって、でこれの木でできてるやつがロッズのこれね。これも種類があって、今このカバンに入ってるのは竹ひごが、太めのやつなんで、ちょっとパワーがある感じで、この竹ひごの種類もいくつかあって、細いのがあったりもします。で最後お気に入り、これすっごいよく使ってるのが、これなんて言うんだっけ製品名、ブルームスティックスか、まあ、そのまんまか。ブルームスティックス、これはあのほうきの草でできてる、スティックで、柔らかい音するでしょ。これが同じロッツ系でも、この木のこういうになるとなんで、楽器を直接こう、まあ、触ったり叩いたりするものなので、これだけの種類があって、まあそのいろんな音がこれで出せるわけですね。こうやって出せるようにして、必ずあの仕事があるときは必ずこのバッグを持って行ってね、これだけ入れて、これだけしかないんだけど意外とかさばるし重いんだよね。まあそんなわけで、道具もいろいろ、叩く道具だけでもいろいろあるのよ。まだこれ以外にも普段あんま使わないかなっていうのは家にあったりしますが、まあ、それ全部出してこれこうやってやっちゃうと多分30分じゃ終わらないので、この辺にしときましょうかね。メールたくさんありがとうございました。ラジオネームまーちゃん、くんごさんこんばんは。怒涛のイベント続きお疲れ様でした。雨もなんとか乗り切りましたね。本当よね。テーマ自然には勝てない。群馬は夏の雷が名物というぐらいひどいです。夕立というには早い2時3時頃から始まります。中高女子高だった私たちはゴロゴロ鳴り出すとキャー怖いーなどと騒ぎ出し、授業はたびたび中断。実は雷に慣れている私たちは本当は全く怖くない自然を逆手にとって授業をサボっていましたって。何やってんのよありがとうございました。追伸、しかと受け止めました。まーちゃんありがとうございます。続きまして、ラジオネームがんばれまこちゃん、くんごさん、リスナーの皆様、千葉県からこんばんは。今日は夜勤のおまけ付きで25時ぐらいまで仕事しています。明日も夜勤で、くんごさんもよくご存知の田町駅前に行きますと。そしたね、ロータリーで大規模な工事をやってます。あ、そうだったっけか。あ、全然あれか、南側か、全然気がつかなかった。あさっても夜通し走ってある場所からフェリーに乗船予定。バミューダのトライアングルで消えてきます知ってる、バミューダトライアングルって。戸田君知ってる、あのフロリダ沖にあるやつ、そうそうそう、これムーとか読んだことある人だったら絶対知ってるよー放送後、先週の放送後終了動画、放送後動画まだ見ていないのですが、先週のメッセージで社長の機嫌が良い時に話をしますと言ったものの、
あの先週の気になる人、先週の動画も見てね、社長と会うどころか忙しくて会ってる時間もないのでまだ話していません。4年前の書類がまだ手元に残ったままですこれだってお金に関わる問題だからね、大変だよね、テーマにかすりもしないメッセージごめんなさいと、ちなみに僕は猫舌なので熱いものは苦手ですテーマに触れたのでこれで勘弁してください面白いね。頑張れまこちゃんさん、ありがとうございます。そして、奄美の黒うさぎ、せっかくどうもおかわりですと。熱い熱い、昨日のボルテージ、昨日田町音楽祭ね、昨日ボルテージがすごかったですね。いきなり大粒の雨が落ちてきたと思ったらバシャーバシャーバシャーってきたからね。アフロベケの演奏終わって、じゃあ次はファンガルーズです、井出真理子バンドですってなって、転換しようと思ったらポツポツポツってきた瞬間にバシャーってきたからね。いや、すごかった。うん。いきなりの 大粒の雨が落ちてきたと思ったらバシャーと。慌てて逃げましたけど、その後汗だくになっちゃったと。天然シャワーを浴びて少しクールダウンしておいた方が良かったのかも。くんごさん思ったほど濡れネズミに、濡れネズミうるさいわ濡れネズミになっていなくてよかったです、ありがとうございます。PC パソコンが熱暴走寸前クールダウンね、してみてください。ただぼた、昨日去年に続き抽選当たりました、おめでとうございます。田町音楽祭はね、ビアガーデンみたいなもんでね、チケット買うと抽選券がついてくるんで、よかったね。マンボウさんに当たり物の一部を押し付けちゃいましたマンボウさんありがとうございましたってね、奄美の黒うさぎさんありがとうございました。福島 FM リスナー橋にカローラ、福島県郡山市の自宅から今晩よくベニマルでマグロでござる、ダニアースマグロ、メッセージテーマ暑い、拙者的には暑いといえばズバリ季節関係なく365日毎日でもええからラーメンを食べたいまあね、俺もねそういう時期はねずっとあったよ。あのただね、さいやめよう、ラーメン大好き山梨の黒木美里さんのラーメン好きには勝てない。あ、まあね、あの気をつけてね、ラーメン毎日食べるの悪くないけど良くもないよ気をつけてください。八人さんありがとう。ラジオネームエンジュマル、久しぶりに視聴できています。あ、よかったよかった。コーヒー屋さん繁盛してるかな。毎週木曜日はですね、スタジオしべ、うちのスタジオであのコーヒー屋さんが遊びに来てるので、ラジオをみんなそこで聞きながら、そのまま談笑してる。だいたいみんなさ、ラジオ聞くっていう口実でコーヒー飲みにそこ集まってるのにさ、きっと誰も聞いてないぜ。みんなさ、いるんだよ、あの俺が帰ったらスタジオに。なんだけどラジオの話一切しないからね、少しは聞けよっていう、まあいいや。暑さはこれから本番だからまだ猛暑は味わわなくてもいいです。そりゃそうだよなね。エンジュマルさんありがとう。そしておかえりダークネス来たよ。ラジオネームダークネスユキ、師匠こんばんは。しばらくお休みをいただいていたでしてございます。今日から復活です。念のためなぜ3週間もメールをしなかったかというと、読みづらい、読めない、イライラ、あ、読めない、あ、読めない、6月29、やっと風邪は治ったものの本調子ではないためか、帰ってソファーに座り込んだところで寝落ち。読みづらい、要は寝すぎです。気持ちよかったっす。なんだよ
じゃなくてご心配いただいた方々すみません。ダークネスはこの通りダメなおじさんなのです。26でおじさん言うのよな。それでは今月のテーマ、暑い。私の周りで暑いのは気温と機械。ごめん、もう言っちゃって言おう。私の周りで暑いのは気温と機械ぐらいですかねと。財布も体もペラペラで冷え切ってますバカ野郎、そしてサブテーマ、自然には勝てない。まあ当然ですわな。風が吹けば飛ばされるしかないのですよ。私の場合は対策なんかしません。ただ身を任せるしかないのです。さらにサブテーマ、タナボタ。たまにあるんですけど、だいたい悪いこととセットなんですよ。大雨で傘さしても膝下がずぶ濡れな時に万件拾うとか、風っぽい上に仕事詰め詰めで残業しなきゃいけない日に自販機で当たりが出る、どっちもいらねえよみたいなことが多いです。それでは本日はこの辺で。闇に落ちるのだ、ドローン。まあでもさ、大雨で傘さして膝下がずぶ濡れな時に満件拾うっていいじゃん。あ、でもさ、そうだよ、満件拾うってことはその近くの交番に持ってかなきゃいけないから、さらに歩いて濡れる距離が増えてしまうよね。さすがに満件お前持ってくなよいただきますじゃないから本当にもうそうだよ。あ、そうか、違う仲間だ。違う仲間がこの前満件落としたって言ったからな。そうだよ、天下の回り者とかそういう話じゃないからね。皆様メールもありがとうございました。これでライブはね、しばらく落ち着く、あの今回みたいなハードスケジュールはないですが、またアフロベゲ頼まれたのでアフロベゲも演奏しますし、いでまりこバンドの本番も入ることが決まりそうなので、決まり次第あとはあのロサンゼルスから松野啓太が来るので、啓太のライブも参戦予定でございます。情報は随時出していきますので、ぜひ皆さんご来場くださいませ。くんごぼんご、また来週。